アイセルシステムズコリアが開発した世界に先駆ける1メガワットのリチウムイオンバッテリーの蓄電システムは、世界に先駆けたアイセルシステムズコリアの技術の結晶です。非常にその安全性と従来の鉛電池に対する安全性、それとさまざまなアドバンテージでこれからの可能性を大いに秘めたシステムというふうに言えます。저희 ICE Systems Korea 에서지금적용하고있는부분은우선기업적으로말씀드리면한국내에그한국전력공사캡코그리고제주도스마트리뉴어블이라고하는국가적인과제에서하고있는현대중공업과의컨소시엄을통해서1메가와트풍력발전기에대한출력안정화를위해서실질적으로메가와트시스템이적용되어있습니다그외에잠시만요我が ICE Koreaはですね、企業 の, 実用例といたしまして、韓国電力、とは最終島でございますスマートリニューアリ、これは国家戦略として大きい敷地を風力電気発電によってコンソシオムをしながらやっていくというプロジェクトなんですけれども、そういう大きい企業において安全性を確保しながら推進している次第でございます。지금저희가공급하고있는메가와트에너지저장장치는공급자체에대한에이전트는데이즈쪽이되겠습니다데이즈를통해서메가와트에대한그에너지저장장치를출품을하였고요지속적으로저희쪽에서는그러니까 ICE Systems Korea 에서는메가와트시스템에대한제품을제작을하고실질적인일본시장에공급하는곳은데이즈쪽이되겠습니다日本においてはですね、我がコリアのメガヒートエナジー貯蔵装置につきましては、デイズという会社を投資しまして、すべて日本市場に送り出す予定でございます。日本での展開は、古川機械金属さんとのコラボレーションということを考えております。これは古川機械金属の持っております特許技術であります超音波センサー並びに IP カメラとのセキュリティシステムをこのシステムに組み込んでですね、安全性を確保した上で日本に展開していくと、あと PCS その他ですね、日本の仕様に合った仕様ということで古川グループで連動しながら病院とかですね、大手企業工場等に導入に向けて年末から来年初頭にかけての販売ということを目指して展開しようというふうに思っております。